大阪府立池田高等学校大阪府立池田高等学校大阪府立池田高等学校栄章、A は大阪府池田市にある公立高等学校全日制普通科を設置する池田市東部美能市との境界付近に位置する旧制の大阪府立第16中学校として1940年昭和15年に 大阪市天皇塾の仮校舎で開校し、翌1941年昭和16年に現在地に移転し、大阪府立地中学校と称した。学生改革により、1948年昭和23年に新生高校の大阪府立池田高等学校へ改編されている。校地は学校関係者によって、小風台と名付けられている。 小風大の名称は公式語に由来している。現在地の高地は別の場所に移転した大阪府立園芸学校、現在の大阪府立園芸高等学校の地でもある。2年時からは緩やかな文系、理系分けがあり、3年時には3つの理系に分かれる。学校週5日制の実施により、2003年度、平成15年度からは一部7次元授業も実施されている。 現在は七次元授業が二日。校歌は竹中香織作詞、ダニークマ作曲。同窓会は高知にちなむ、商風会。秋に行われている文化祭も、商風祭りと高知の名をかぶる。国際交流も盛んで、2005年、平成17年には、オーストラリアのオークバンクエリアスクールと、姉妹校提携が正式に結ばれた。文部科学省の スーパーイングリッシュランゲージハイスクール、エリーの指定も受けた。大阪府では、旧正中学校への入学希望者が増加し、入学難の状況が続いてきたが、府は、青年学校設置などを優先して、中学校の増設は戸回しにしてきた。1939年、昭和14年12月の大阪府会で、入学難を緩和するため18年ぶりに、 不立中学校を新設することが決定した。1940年、昭和15年2月の大阪府国時第269号により、大阪府立第16中学校の新設が告示された。当初は開設場所を決定できず、当面は、大阪市天皇区大道、旧大阪府立毛和学校跡地、現在の坂、教育大学附属高等学校天皇寺校舎付近に、 仮校舎を設置することにした。1940年、昭和15年に大阪府立第16中学校が旧大阪府立盲和学校跡地で開校した。同年4月16日に開校式及び第1回入学式が実施されている。開校式が開かれた4月16日を創立記念日としている。なお創立記念日は開校当初の名称。 第十十六六中学校の、にもかけている。大阪府立第十六中学校の開校直前には、同地は大阪府立航空学校、現在の大阪府立布施工科高等学校の仮校舎として使用されていた。航空学校が布施市、現東大阪市西部八戸の里に本校舎を構えたのと入れ替わりで、もう話学校跡地に入ったことになる。 中学校の設置場所については、各地から誘致合戦が起きたが、候補地は池田市と伏瀬市に絞られた。1940年、昭和15年5月に池田への移転が決定し、翌1941年、昭和16年3月31日に池田市畑60番地、旧大阪府立園芸学校跡地の現在地に移転した。移転と同時に、 大阪府立池田中学校へと解消している。学校創立当時は戦争中だったという時代背景があったため、軍国主義的な教育が行われていた。選挙区の悪化により、生徒は1944年、昭和19年以降大阪中央郵便局や、ダイハツ工場などに勤労動員されている。また戦時措置として、校舎の一部が、 陸軍ホタル外ケ飛行隊の兵舎や武器倉庫、食料英団の糧備蓄倉庫などとして強制摂取された。1945年昭和20年6月7日の第3次大阪大空襲では、米軍機の攻撃目標となり、校舎を消失している。この時に消失した校舎は1946年昭和21年に再建している。 学生改革により1947年昭和22年に新生の併設中学校を過渡的に設置し、旧生中学校2.3年在籍者を新生中学校へと移行した。また1948年昭和23年には新生高等学校制度の発足により大阪府立池田高等学校が発足した。 この際高校1年及び併設中学校3年について、大阪府立豊中高等学校、旧制大阪府立豊中中学校、大阪府立桜塚高等学校、旧制大阪府立豊中高等女学校、豊中市立高等女学校、新生高等学校に改変されず廃校と、生徒、教職員を交流して、男女教学とした。生徒は、 桜塚高等学校と交流し、その対象者は、住所で選ばれ、池田、桜塚の両校ともおおむね石橋北在住の生徒が池田高等学校に、石橋南在住の生徒が桜塚高等学校に割り当てられた。桜塚高等学校へ移った男子生徒は168人、桜塚高等学校から池田高等学校に移った女子生徒は252人にいた。 1949年、昭和24年2月には火災により、1946年、昭和21年に再建した、戦災復興校舎を全焼している。火災の原因は放火とみられるが、犯人は未検挙となった。学校側は、早期の校舎再建を訴えたが、大阪府は財政難を理由に、何らかの呼び水がなければ、なかなか復興を実現できないなどとしていた。 当時の在校生らは、マッチ売りのアルバイトを行い、売上金の約50万円を校舎復興資金として寄付した。また卒業生をはじめ、近隣の豊中、桜塚、園芸、私立池田の各高等学校や、地域の各小中高の関係者、池田市議会、地域住民などが校舎復興資金を寄付している。近隣の府立、高校参考、豊中、桜塚、 園芸の各校は、行動で、池田高校校舎復興支援のバザーを実施し、売上金を校舎復興資金として寄付している。大阪府は、高等学校の増設を優先したいとしていたが、新設校に充てる予定だった予算を、池田高等学校復興に回すことにし、1950年、昭和25年3月に、校舎の再建が実現した。 1949年、昭和24年には廃校となった大阪府立海外商業学校を継承する形で商業科を併設し総合性高等学校となった。大阪府立海外商業学校は1941年、昭和16年に南方塾として設置された。選挙区の拡大で東南アジアに進出する人材の育成を目指し商業や現地を 現地事情などを教授し、また国民精神功用を図ることを目的とした。終戦に伴い1945年、昭和20年9月に大阪府立港田塾拓職学校と称し、また1946年、昭和21年に大阪府立海外商業学校に改編されたが、同年以降新入生募集を中止した。 大阪府立海外商業学校の校舎は、翌1947年、昭和22年より、学生改革に伴って生まれた、大阪第二市範学校付属中学校、現、大阪教育大学付属地、田中学校へと転用された。在校生は、新生中学校へと移行することになり、新生の市範学校付属中学校2年に、編入された。 大阪府立海外商業学校は1949年、昭和24年に正式に廃校となり、海外商業学校へ入学した生徒は、市販学校付属中学校卒業後に、池田高等学校商業科として入学することになった。普通科から商業科への転科を希望した生徒も含めて1949年、昭和24年に商業科が発足したが、わずか1学年。 三年間で商業化は廃止されている。また旧制中学校時代から選択科目として農業化を開校していたが、商業化の廃止と同時の1952年、昭和27年3月限りで農業化の開校はなくなっている。旧制中学校時代には効果があったが、新生高校への改変の際に時代に合わないとして廃止されていた。 そのため1950年代初頭、校歌を制定したいという声が上がった。校歌制定に先立ち、校内で校歌選定委員会を設置して歌詞を募集した。しかし、複数の候補作が上がったものの採用に至らず、専門家に候補作を見せて批評してもらうことにした。詩人、竹中薫に公表を依頼したところ、竹中はどれもしっくりこない。 候補作の添削も難しいなどとして自ら作詞したいという意向を示した。硬貨制定委員会は竹中の意向を受け入れ、作詞を依頼した。また作曲については竹中が作曲家段クマを紹介し、段に依頼することになった。1954年昭和29年2月23日に硬貨制定発表会が実施された。1962年 昭和37年には同年度入学の1年生より能力別学級編成が実施されることになった。1年生1学期は通常のクラス分けをしながらも実力テストの成績などによって2学期以降クラス替えを行い成績上位者を集めたクラス2学級を編成することにした。学校側は進路指導の推進のためなどとしていた。一方で生徒や一部教職員からは 反対や疑問の声が上がっていた。反対の声に押され、1970年昭和45年により、能力別学級編成及びコース制を廃止することになった。なお、文系、理系のクラス分けは、後年に復活している。1968年昭和43年には、学生運動の影響を受け、池田高校でも学園紛争が発生した。 学園紛争の影響で、1969年、昭和44年には、卒業式ボイコットを呼びかける、卒業生が現れたり、入学式が中止になるなどの事件が発生している。しかし学園紛争は1969年、昭和44年後半から次第に、生徒への影響力を失い、1970年代初頭には、沈静化している。 1970年代初頭には、従来の制服制度を標準服制度へと移行することになった。1972年、昭和47年5月からの施行期間を経て、1973年、昭和48年1月より、標準服制度へと切り替えられている。現在の大阪府立池田高等学校につながる、旧制大阪府立池田中学校とは、 学校遠隔史上の連続性はないとはいえども、明治時代には池田に別の池田中学校が設置されていた記録が残る。1878年、明治11年に大阪府の指示で池田村に、軍立池田中学校が設置されたという記録が残る。ものの、学校のあった場所など詳細は不詳である。この時に設置された池田中学校は1881年。 明治14年には記録から消えている。1901年、明治34年には中学校令施行最速により、大阪府は各軍に一校ずつ中学校を整備する方針を固めた。豊野軍では、軍役所所在地の池田町に大阪府立第9中学校を設置することとなり、1903年、明治36年に、 大阪府立池田中学校が開校している。当時の池田中学校の場所は、現在の池田市立池田中学校敷地にあたる。しかし、この池田中学校は3年後の1906年、明治39年に廃校となった。日露戦争後の財政難に陥っていた大阪府が、大阪市内3校の過密解消を目的とする、新設校、今九中学校。 現在の大阪府立今宮高等学校の設置及び運営にかかる費用を池田中学校と市場縄手中学校、第1中学校、現在の大阪府立市場縄手高等学校のいずれか以降を廃校にして捻出する方策を取った子によるとされている。当初は、変皮な立地にあった市場縄手中学校が廃校になると見られ、市場縄手中学校関係者も、 廃校を見越したような動きをしていた。しかし、一転して、池田中学校が廃校となった。別格官兵舎である、四条縄手神社のお膝元に、四条縄手中学校が立地していたという、中訓愛国教育に関連した事情のほかに、生徒の地元比率が高かった、四条縄手中学校と比べ、兵庫県を始めた府県の生徒が過半を占めていた。 池田中学校の存続に不快が難色を示したこと、さらには市販学校の誘致で優位に立てるとの池田町による行政判断などが当時の池田中学校が廃対象として選ばれる要因となったとみられている。実際に2年後の1908年、明治41年に大阪府池田市販学校が池田中学校跡地に開校している。 当時の池田中学校は卒業生を出さないまま廃校となり、在校生は茨城中学校、現在の大阪府立茨城高等学校など他校へ転入している。アメリカンフットボール部は、旧姓池田中学校時代の1946年、昭和21年総部、終戦直後の同年秋に新中軍の米国人中尉が来校して、アメリカンフットボール、 タッチフットボールを指導し、池田中学校は豊中中学校と共にアメリカンフットボールの指導研究指定校とされた。このため池田高等学校は、旧制豊中中学校の後ろ身となる豊中高等学校と共に、日本における高校アメフト発祥の地とされている。アメフト部は1949年1951年の甲子園ボールの高校の部で2度の優勝経験がある。 また、アメフト以外にもサッカー部、公式テニス部、陸上競技部など、全国制覇を経験したクラブがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。